もともと楽器やってたん で楽器絡みのなんか製造するところを携わるかなっていうので、ピアノ作りには木材の知識と技術、ノウハウが必要になってくるので、しっかり全部ぴったり当たってて、しっかり組まれてないと、そこでロスしちゃうので、まあ、楽器なんで、趣味の人もプロの人もいると思う、まあ、みんな楽しく使ってくれたら、それが一番いいかなと思います。